ピリトレイン TV。 最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。はい、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はハクビ線から直通してきた 381系 特急やくも号と EF64 の貨物列車の動画です。今回撮影場所は山陽本線の、庭瀬の駅と中庄の駅の間ですかね。はい。となってます。2007年撮影の動画となります。はい。もうね、今では見れない特急やくも号の旧塗装の列車ですね。あと陸橋の上から撮影したので、381系の屋根がすっきりしてるっていうところも、見れたのかなと思います。あと多分同じ場所、ほぼ同じ場所で、同じ時に撮影した写真だと思いますね。はい。あと EF64 の貨物列車、ですね。この塗装今でも見れるのかな？ちょっと私はそこまで、詳しくないんですけれども。はい。EF64 ね。はい、貨物列車。EF64 だから、ハクビ線から来てるのかなと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。